ただ今回は、もう少しだけイゴールについて、説明したいと思います。イゴールは通常、まあ、一つしか、こうやって一つしか開けません。他のソフトとか場合だと、なんですか、開ける場合はあるんですけども、これ開く方があります。これはいくつか開くには、シフトをしながら、もう一回クリックしてもらいます。そうすると、イゴール開くことができます。で、図作るときに、前別の図を作ったときに、イゴールこうやって縦横あるんだけど、新しいので作るのめんどくさいなと。まあ、パネル作ってあれば一発なんですけど、作ってないときどうするかって言ったら、ここをクリックして、ここコントロール A でコントロール C でコピーして、新しく作ったやつに、貼り付けます。まあ、これ図入ってないんでいけないんですけど、そうやってやります。そうすると、バババッといけます。なので、こういう、いくつも開けるということだけは、覚えておいてください。シフトをしながら、開くということですね。で、あと、もう一つ大事なこととしては、この、いくつかの離散データですね。例えば、まあ、ZEM3 なんかで取ったデータ、こうやって50度ずつ点が出ています。ちょっとわかりやすくなればいいんですけどね。ちょっと個人情報売れちゃうんで。まあ、とりあえず、コントロール、押しながら I を押すと、カーソル出ますね。前は説明したかもしれないですけど、こうやってできますんで、これがいくつかってなんですけど、こうやって離散的になっているものですけども、これを、実は直線でつないでは本当はいけません。こういうふうに、大まかにも見た目で離散的になっているなってデータは、スプラインなので、滑らかな曲線、本当は雲型蒸気なんですけど、雲型蒸気の代わりになるようなものとして、スプラインで滑らかに引きます。スプラインやる方法どうするかって言いますと、いくつかインターポレーションとかの方法があるんですけども、やり方は解析のインターポレートで、ここで、XY 選定してもらいます。で、まあ、ここを、ケルビンにしておいて、私の場合はこの横軸ケルビンですから、ケルビンにしておいて、で、今これパワーファクターですから、パワーファクターのデータをやるってこと、選択するってことですね。今ちょっと、ちゃんとした対応してないので、ここの図やってみます。これ91番という、私が勝手につけてるサンプルナンバーなんですけども、こうやって管理してありまして、で、組成も入れられます。なので、もうイゴール上に問題なければ、こうやって組成もちゃんと書き入れてしまえば、サンプル番号と、もう間違うこともないですし、もう一目瞭然ということですね。で、もうこれ作ってありますけど、やってみましょう。インターポレートで、これで、もう変わります。今、現在のカーソル合わせたら91番の、フォルダになってるんですけど、そこで、今、パワーファクターなので、これです。で、この条件、ディスティネーションポイントが200でいいです。で、インターポレートタイプは、キュービックススプラインの方が私は良かったです。スムージングスプラインはあんまり良くなかったですね。まあ、人によっていろいろだと思いますけど、キュービックのスプラインを私はよく使ってます。これがおすすめです。で、ここ200にして、で、あとこう、XY 選択して、もうあとデフォルトのままで、do it です。そうすると、もう最初に作っちゃったんですが、このアンダーバー CS っていうか、スプライン、キュービックスプラインって書いてあるのができます。で、これをここにグラフで書き入れてください。グラフにトレース追加で、ここ大事なのは、自動計算になってます。イゴールっていうのは、X と Y データ入れなくても、Y データに X データを自動的に入れることができます。で、そうなってるので、自動計算という選択して、スプラインの時はこれにしてください。で、もし間違ってたら、こうやってなんか、あんまり良くないですよというような、警告みたいなのが出ますので、それで気づいてもらえばいいと思います。で、これでいくとできるということですね。で、こうやって滑らかになります。で、本来は、このマーカーついたのを、これをマーカーだけにして、で、マーカーついたのを上に、マーカーの部分を上にします。ちょっとやってみましょう。まずこれを、まず戻すんであれば、私の場合は緑で、で、2にします。太さを。で、同じ色だからいいんですけど、例えば白抜きのものをマーカーで使いたいという場合もできます。こういうやつですね。こういう場合は、しまった、これ間違えた。すいません。折れ線で、選択間違えましたね。これ気をつけなきゃいけないんですけど、マーカーで、白抜きというの。で、こういうのは良くないです。裏の下地が見えるのはダメです。
こういうのは、論文でも出せませんので、論文でもいけないので、こういうのは、不透明にします。不透明にするか、ごめんなさい、うまくいってない。不透明じゃない。ごめんなさい、うまくいってない。これどうやってるかというと、不透明にするんですけど、まずはトレースの順序を変えます。で、マーカーのある方を下にします。これ上から順番に、じゃなくて、上が、画面の奥側にあるということになってます。で、下側が画面の手前側にあるということになりますので、手前にするためにこうします。で、さっきのを選んで、で、これで不透明ですね。で、こんな感じになります。で、こういうふうにします。で、皆さんに見せる場合には、このマーカーのサイズは小さすぎます、実際は。いろんな機関に行って、が発表したもしたんですけど、これ小さいって言われます。で、実際どれぐらいがいいかというと、まあ、マーカーサイズ最低でも6ぐらいは欲しいですね。でも今これ6になってますけど、もうちょっと大きいのもいります。で、見やすいぐらいにした方がいいです。このぐらいですね。まあ、フィーリングですけど、なっちゃいますけど、できるだけ、見やすい形にします。この線があるからいいやじゃなくて、点をね、順番に折って、見た目で折っていけるように、折っていけるように、ついていけるように、考えながらですね、出てきたデータをですね、じっくり見てもらって理解するっていうわけではなくて、一瞬で見て、もう、あ、すぐこうなんだって分かるような図を作るっていうことが非常に大事です。それがもう本当に大事です。まあ、数少ない時間の中で議論するってことも、にもつながりますし、見づらいとか分かりづらい図をですね、作ってしまっては、まあ、研究者失格だと思ってください。で、こういうふうにやれば、スプラインのものになります。で、全部同じようにこちらのやつも直線ではなくてスプラインにするということです。で、スプラインで引かない例もあります。それは何かって言いますと、粉末 X 線解説の XRD のデータ、生で出てきた解説ありますね。のデータとか、あとは、DSC、TGDT とか、示唆熱量分析のデータとか、あとは、XPS などのデータです。ああいったデータは、データ感覚が非常に細かくて、加工するということは逆に、嘘のデータを作ることになりますから、ピーク潰したりしますから、そういうのにはもう使わないです。まあ、ザビツギ語例で、きれいに生すってことはやられることは多いんですけども、基本的には生データです。点数の感覚が細かいもの。こういった、理算的な、見た目にも理算的なデータだなって分かるのは、もうスプラインで綺麗に引きます。で、そうではないような細かい点数のデータがついているようなのは直線で引きます。まあ、それにのっとってますね、ある意味これも。マーカーで見れば分かりますけど、あ、これちょっといかないな。ドットで見れば分かりますけど、これたくさんのデータがこんなにたくさんありますね。こういうふうにたくさんデータ点数があるようなものは、もうそのまま直線で引いていいです。ただし、こういうふうに理算的になっているようなデータは、スプラインなどで引いて出すということです。出力して、それを結果に見せるということです。それを覚えておいてください。で、スプラインで引かない例もいくつかあります。それは、理論的に、どうなるかって予測できる場合です。図がちゃんと出さなくていけないんですけど、公式定数の場合は、ベガード速に従う部分は直線と考えていいですね。それはまあ理論的に説明できますので直線と考えて、で直線乗らない部分は曲線になるので、そこの部分はスプラインとか他の部分で補わなきゃいけないです。で、他に解説講師で得られた XES 発光スペクトルのエネルギー構成はちょっとここで出してないんで分かりづらいとは思うんですけども、例えばですね、あ、これ図がな、この小文字あんまり汚くて良くないんでいけないんだけども、発光分光っていうのをやりますと、入射エネルギーのエネルギーで弾性サウナピークでピークが出ます。で、発光分光の横軸っていうのは非常に難しいんですね、構成が。なので、放射光で入れた光のエネルギーで出てくる弾性サウナのピークを元にして横軸の構成を行います。こうやって入れたら、各入れたエネルギーでの、ここ横軸エレクトロンボルトなんですけども、
出てきた時のピークが出ます。でこのエネルギーのところのものをいくつかということで横軸を構成するということをやります。まあ、これ発行文庫やる人はもうほとんどいないと思うんですけどこういう例もあります。でこういう時には、二次曲線双極子線で、近似したりします。まあ、それは副双極線でやるっていうのは理由がつきますんで別の先生から知らないと言われるかもしれないですけど、私の場合はあの双極線でちゃんと引いて論文にしちゃいました。もうなんでそうやってやってください。でこうやって、データを処理していくってことですね。あともうちょっとだけトリビアルなところとして、コントロールをしながら T を押しますとこういうふうにしてカーソルいくつか出ます。でこうやって例えば矢印作ったりします。ちょっと例出しますね。右と左に図を描いた時に、左と右に異なる単位が書かれている場合とかによく使います。で矢印をつけてどっちがどっちですよというような風なのを作ったりします。まあ、論文の図を見ればですね大体わかりますし、このあたりのラインプロパティのものを押していけばいくつか変えられますんで、それを見ながら論文よく論文に見かけるようなのを作っていって、こっちですよとか、うまくいかないうのをやっていくってことですね。うまくいかないまあちょっとカメラ向けながらやるのは非常に難しいですね。でコントロール C で1個作ったらもうこういう感じ で、まあ、こっちの縦軸が例えばパワーファクターで、こっちの縦軸が今パワーファクターになってますけども、こっちの縦軸をゼーベックとかで、こっちに電気抵抗とか2つの図書いてどれがどっちですよっていうようなのにしたりします。であとまあコントロール C をじゃなくてコントロール T を何回も押せば消えたり出たりします。であとここに注釈も入れられます。こうやってね、こうやって注釈も入れられますから、いろいろと使っていただいて便利に解析していくってことですね。カーソルのもの、以上でこう終わりですね。まあこれぐらいの基本的なのをしっかりとマスターしておけば、あとはもうどんどんボタン一つで解析ができるようになっていくと思います。スプラインについてはちょっと私は自動化はさせてないのでいけないんですけども、まあ誰かがやってくれたらいいですね。まあ、こうやってどんどんと便利にしていって解析を進めていくということをしていただければと思います。まあ、今回は以上で終わります。